こんにちは、サッカーキングチャンネルの石井です。本日は J1 リーグ第10節の川崎フロンターレ対ベガルタ仙台の試合を取材してきました。試合はフロンターレがもう終始圧倒という感じで3対1で勝利を収めています。この試合のマン・オブ・ザ・マッチは2得点の小林選手。やはり1点目のシーンなんかはさすがエースの仕事というような感じの見事なシュートでした。そして2点目は PK もしっかり決めて勝利に貢献しました。フロンターレは開幕からなかなか勝ち星に恵まれなかったんですけども、これで気づけば4連勝ということで暫定3位に浮上しています。その中で小林選手キャプテンとして、そしてしっかり得点を決めるというあたりはさすがだなというふうに思いました。また現在フロンターレはちょっと怪我人が相次いでいまして、中盤だと中村健吾選手や阿部選手といった選手が不在なんですけども、かなりフレッシュなメンバーで臨みました。その中で J1 初先発の脇坂選手が2アシストであったり、途中出場が多かった斉藤学選手がかなりドリブルでね、素晴らしいプレーを披露したり、本当今日のフロンターレはもう全員素晴らしかったです。最終ラインでは奈良選手が全治4ヶ月ということで長期離脱になってしまったんですけども、頼もしい選手がまた出てきました。今季新加入のブラジル出身のディフェンダーのジェジエウ選手です。身長がかなり高くてですね、対人守備が非常に強い選手なんですけども、加えて足元の技術であったりセットプレーの時も非常にヘディングの打点が高くて非常に頼もしいディフェンダーだなというふうに感じました。試合後ジェジエウ選手にいろいろお話を聞きました。加入からね3ヶ月4ヶ月ぐらい経ちましたが、なかなかね出番がなくてようやくデビューといった感じなんですけども、いい準備はずっとしてきたというふうにコメントをしていましたし、自分の持ち味を出せていいプレーでチームに貢献できたというふうに胸を張っていました。ジェジエウ選手のコメントは記事にまとめましたので、そちらもぜひ読んでいただきたいなと思います。そして小林選手の談話なんですけども、2点目は PK での得点でした。その PK を獲得したのがドリブルで仕掛けた長谷川達也選手。長谷川選手が PK のジャッジ下された後ですね、ボールを持って猛ダッシュで小林選手の元に行きました。あんだけダッシュすることってないよなって思いながら、ちょっとそこを不思議に思った人もね多かったと思うんですけども、そこについての小林選手の談話なんですけども、練習でもし僕が PK を獲得したらお世話になったユウさんの元に行きますというふうに宣言してて、それはちょっと冗談半分みたいな感じだったらしいんですけど、それが現実となって本当に猛ダッシュで小林選手の元に行ったと。で小林選手もなんかちょっと笑っちゃいましたと、ちょっとやりすぎだろみたいなことは言ってたんですけども、それがなんか逆にちょっとリラックスして PK を蹴ることができましたというふうに言っていました。また長谷川選手の PK 猛ダッシュはちょっとロッカーでも話題になっていたようです。一方のベガルタ仙台は途中出場の選手が3選手絡みまして1点を返したんですけども、残念ながら連勝ならずという結果になりました。現在布陣を変えまして 4-4-2 の布陣で臨んでいます。そこでまだちょっと噛み合ってないかなというシーンもありましたし、ちょっとフロンターレのやはり攻撃陣メンバー変わったとはいえ、そのチーム完成度っていうところにやはりかなり差があるかなというふうにも感じました。仙台は次節サンフレッチェ広島と対戦します。そして川崎フロンターレは次節清水エスパルスとの対戦です。いつもご視聴いただきありがとうございます。引き続き J リーグ取材は続けていきたいと思います。ぜひ感想、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして今年のゴールデンウィークは10連休ということで、サッカーキングチャンネルでは毎日動画を更新しております。ぜひそちらを見ていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。